ミノーでもない、シンペンでもない。フラペンはマリアが提案する全く新しいタイプの次世代型ルアー。キャスト時、ルアー後方にあるフラップは畳まれ、これにより空気抵抗が激減、驚異的な飛距離を実現している。リトリーブを始めるとフラップは開き、引き抵抗が生じる。ベリーを90度近く傾ける大きなローリングアクションが強い波動とフラッシングを発生させる。フォール中はフラップを畳み、揺らめきながら沈下。そしてこのルアーの最大の特徴は、開閉式のフラップが生むかつてない後方への波動。フラップがテール最後方で水をつかみ、ダイレクトに後方に排出する。これは各種ルアーの波動を比較したもの。上から2番目、フラペンの後方波動はフラップにより大きな塊状になっていることがわかる。この波動は逃げるベイトフィッシュが尻尾で力強く水を押すときに発生する波動に非常によく似ており、これに寄せられシーバスたちはバイトを繰り返す。操作してる時はやっぱりあのフラップは立ってるんですよね。完全丸飲み。これもうエサスがフラペン風に流したって感じですね。ちょっと竿を立て気味にして、よしよしピャン、ダブルヒットです。2014年春、初体験する後方波動がシーバス釣りを変える。